高松城高松城は日本の香川県高松市玉も町にあった日本の城である。別名玉も城。国の史跡に指定されている。天守台と高松駅前伸びる別名玉も城は万葉集で柿の元の人丸がさぬ国の枕言葉に玉もよしと読んだことにちなみ高松城周辺の海域が 玉物浦の裏と呼ばれていたことに由来するとされている。高松城は、豊臣秀吉の四国制圧の後、1587年、さぬき一国の領主となった、生駒近政によって、野原と呼ばれた港町に築かれた。現在見られる遺構は、江戸初期に徳川三国の兄で、日立国から12万国で、高松に違法された松平頼重によって、改修されたものである。 金星城閣の会場としては、最初で最大の例で、三州さぬきは、高松様の城が見えます波の上と歌われている。本丸に建てられた天守は、最下重が、萩城や熊本城の天守のように、天守台より出張り、最上重が、小倉城や岩国城の天守のように、塔造りであった。その様子は、解体される以前に写真に収められ、 また1884年に、イギリスの週刊新聞、ザ・グラフィックで、イギリス人のヘンリー・ギルマールの絵によって、紹介されている。現在は、三重やぐや門など一部の建物と一部の石垣、堀が現存し、城石は、玉も公園として整備されている。伊古町かまさ肖像城主については、高松藩歴大藩主を参照。城郭の形式は、 輪郭式平常で、本丸を中心に、二の丸、三の丸、北の丸、東の丸、桜の馬場、西の丸が時計回りに配置され、三十二堀が巡らされていた。かつては、城壁が瀬戸内海に直接面し、外堀、中堀、内堀のすべてに海水が引き込まれ、城内に直接軍船が出入りできるようになっており、 水軍の運用も視野に入れ設計されていた、日本初の本格的な海城である。縄張りは、黒田義高が手掛けたと言われ、細川忠興、小早川高影、東道高虎などによるとも言われている。高松城をはじめとする会場は、海場封鎖が難しく、水攻めや水立ちといった、工場手段が使えないため戦争時の牢場や、物資の搬入、脱出ができ、 近世の縄張りとしては有利であった。しかし、半石紀奉還以後廃場になった高松城は明治以降の都市下の波に飲まれ、現在では海側に新しい道路が通り、ほとんどの建物が取り壊され、内堀と中堀の一部を除いて埋め立てられている。最盛期には66万平方メートルあった城の総面積も、現在では約1。 8の79,587平方メートルにまで減少した。しかし現在でも、外堀と内堀には、海水が引き込まれており、王子の名残を残している。そのため、堀には柿などの貝が生息し、養殖の貝も放流されている。本丸は、城のほぼ中央に位置し、周りを内堀に囲まれ他のクルワとは、完全に独立している。 外部とは堀にかかる長さ16件の木造の鞘橋1本だけで繋がっており、この橋を落とせば外部からの侵入路を立つことができた。この構造は防備に優れるが一旦橋を落としてしまうと内部にいる、人間は逃げ場を失ってしまうという欠点があるが、登場の場合は海に面していることもあり、堀を通じて海上への脱出が可能であった。 本丸の面積は狭いため、五殿などの居住施設はなく、多門やぐで囲まれた天守があるのみである。天守台は、本丸の東端に突き出しており、三の丸の方から見ると天守が、会場に浮いているように見えたという。天守天守は、独立式相当型34階、地下1階、初層平面が、東西13軒2尺南北12軒2尺。 高さ13件半にも及んだといい、現存している35階の高知城天守や松山城の天守をしのぎ、四国最大の規模であった。また、四階平面が三階平面より大きい、いわゆる塔作りで、一重目も天守台から外には、張り出させて、石落としを開いていたと考えられている。他に、一重目と二重目の火送りもやハフと、塔ハフ。 4階の加藤窓などの特徴があった。創建時の天守は、下見板張りの黒い外観であったが、1671年の松平氏による大改修の際に、白漆喰塗り米の天守に改築されたと見られている。天守は老朽化により1884年に解体され、1920年に松平家初代藩主。 松平よりしげを祀った玉も病が建立された。2006年より始まった、天守大石垣の解体修復工事に伴い、玉も病はすべて解体された。鞘橋本丸と二の丸をつなぐ橋で、鞘橋の名称は、橋上が露天ではなく、屋根と側壁がある廊下橋の構造をしており、それを刀の鞘に見立てたことによる。追記当初には、 屋根や側壁はなく、乱環境と呼ばれていたとされ、文政6年に描かれた絵図、さぬき国高松城石垣破村、堀春の里氏には屋根が描かれていることから、江戸時代中頃に屋根付きの橋になったと考えられている。1971年に架けられた現在の橋にも、同いった武器の屋根が付けられており、堀には海水が引かれていることから、橋脚は、 腐食対策のために石材で作られている。地球矢倉本丸南西にあった二重矢倉石垣屋等を発掘調査し整備された。中川矢倉本丸古港にあった矢倉江戸時代の松平市時代には、ひくも角と呼ばれる、現在の2倍の規模の御殿があったが、1872年に老朽化により取り壊された。現在のひくも角は、 1917年松平や高松別邸として、当時の金額で15万円と3年の歳月をかけて建設された。昭和天皇が宿泊したり、アメリカ軍に接収されたりしたが、高松市が譲り受け、貸し会場として市民に利用されている。また、ひくも閣の再建に合わせて内縁お庭という、枯山水の庭が作造された。城の意向としては、 三ノ丸入り口には桜五門があったが、1945年の高松空襲で消失した。ヒ雲閣角は2012年7月9日に近代和風建築として国の重要文化財に指定された。北ノ丸は1671年の松平市による大改修で、御殿である旧ヒ雲閣角が三ノ丸に移されたため、防衛上東の丸と共に増設された。 通路上の車には、1676年に、矢倉として、月見倉が建てられ、その後会場に、特有の水手五門、渡り倉鹿倉が建てられた。正式な出入り口としての性格を持つ。上司はこの門から小舟に乗り、沖に止まった大舟に向かった。上司の船が着くのを見る、月見が、由来という月見倉がある。 1671年の松平市による大改修で北の丸と共に増設され、主に米蔵や牛虎倉辰見倉などが建てられた。現在、牛虎倉は桜の馬場の太鼓倉跡に移築されており、牛虎倉の倉台や、それに続く石垣以外は埋め立てられて、県民ホールや香川県立ミュージアム、松平公駅会などが建っている。 東の丸の敷地の一部にあたる高松市立、木内中学校が2009年3月31日に閉校し、同年6月30日校庭南東部で、プールの解体作業中、東の丸と中堀の間の石垣が出土した。かつては、L 字型であったが、その後半分が、現在の中央通りの敷地になるため埋め立てられた。 その名の通り桜が植えられ、馬場があった地であり、現在は春になると、桜の花見の名所になっている。漢文11年の大改修までは、桜の馬場の南中に大手門があったが、五殿であった旧匹も角が三の丸に移されたため、これを廃止、新たに桜の馬場東端に朝日橋と朝日門を設けた。桜の馬場内には、虎�ぐら、鳥櫫ぐら、 太鼓倉などがあったが現在ではそのいずれも残っておらず、現在あるシトラ倉は1965年に高松市が東の丸から太鼓倉跡に移築したものである。1985年までは、さぬき高松祭りのイベント会場としても使われていた。現在はその役目を中央公園に譲っている。2020年東京オリンピックの聖火リレーで、 セレブレーション会場となった聖火ランナーは公募により1万人程度が選ばれた聖火リレーについて組織委員会はスポンサー企業4社と各都道府県実行委員会が行ったランナー公募に延べ53万5717件の応募があったと発表した現在は埋め立てられ JR 高松駅や西の丸町にあたる散歩と 高松整備事業に伴う、西の丸の発掘調査では、多くの遺構が発見されたが、その後一般に公開されることもなく、埋め戻され、周りと同様に、市街地化した。法事省現在、高松市立玉も公園として、有料で開放されている。天守は現存せず、重要文化財には月見櫓、牛虎櫓、水種五門、渡り櫓が指定されており、 毎週日曜日、月見櫓と渡り櫓の中が一般公開されている。また、城内にある桜の場場は桜の名所として知られ、春になると多くの花見客が訪れる。高松市街中心部北辺に位置し、北側にフェリーのリーバなど、港湾施設、西側に JR 高松駅、東側に香川県民ホール、香川県歴史博物館、南側には、 高松高等裁判所、西日本放送などがある。月見、倉北の丸月見倉北の丸水種五門、北の丸渡り倉旧東の丸ウシトラが現存し、1947年2月26日、共に国の国宝に指定された。このうち、ウシトラは、元は東の丸跡にあったが、1965年に、 旧所有者の日本国有鉄道から高松市に移管され、1967年に現在地の桜の馬場,場に移築されたものである。この他に朝日門が現存している。また1 9 8 2年、玉も公園に隣接する玉も緑地に法事省が再移築された。ひくも角は2012年、ひくも角三棟の名称で国の重要文化財に指定された。 松平家の高松別邸として、1917年に、竣工した、近代和風住宅建築である。本館、本館付倉庫、倉庫の3棟が、指定対象で、他に、袖部、東門、裏門、井戸屋形、あずま屋が重要文化財の不指定となっている。本館は、建築面積1916平方メートルの、大規模な和風木造建築で、 一部を二階建てとする、ほか屋建て。表現館、素鉄の間、大書院、薪の間、松の間、霧の間、杉の間などの書室を、渡り廊下で結び、大小の中庭を設けた、複雑な平面構成になる。大正期の大規模かつ本格的な木造住宅建築として貴重である。三の丸の桜五門は、 1945年の高松空襲で消失し、その後再建されることなく、現在に至っている。これについては2008年5月21日に開催された史跡高松城跡整備検討委員会の会合において復元に乗り出す方針であることが高松市から報告された。市は、 文献資料の収集分析や実験した市民への聞き取り、石垣の空襲による損傷等の調査を実施する予定とされた。2011年、市は復元に向けた基礎部分の発掘調査を行った。2013年2月28日、高松市は桜御門の復元に向けた基本整備計画を公表し、復元設計図を作成した。同年6月には、 消失前の1943年に文化庁が撮影した従来よりも鮮明な写真の存在が公表されている。2005年解体準備中の天守大2010年石垣の再構築中の天守大天守の復元計画は,は1980年代半ばに高松市が市議会の意を受け天守閣の復元に動き、外観姿図を含む構想を策定し、 文化庁に提出したが、審議の対象にすらしてもらえなかった。1996年にも、史跡高松城跡保存整備計画としてまとめたが、結果は同じで認めらなかった。2003年には、香川証券の平井次郎会長は、高松市にある出版社の文教者の協力を得て、店主の資料を作成し、地元経済人らに働きかけ、 玉も城再建の会の設立準備を進めた。当時、平井会長は、資料が乏しいと言っても小倉城を参考に建てられたとされ、同じ津山城、岩国城の絵図などが参考になるはずとして、復元より再建と、持論し、史実に全て沿った復元は、不可能。ならば、現実に即した夢の城に、再建を。木造による、 本格的復元にこだわるべきではないとし、市民が気軽に上がれる城でなければ、エレベーターをつけるなど、バリアフリーへの対応も必要と訴えていた。文化庁は、文化財保護の立場で史跡での復元の基準を1967年以降厳しくしており、資料不足を理由に、外観だけの復元は認めないと拒否してきた。2003年末、この地区が、 国の構造改革特区に申請されたことで、それまで資料が写真一枚しかないことを理由に復元の拒否をしてきたと見られた文化庁が復元に対する考えを軟化させたため、その後、高松市は整備検討委員会を設置し、2010年の着工を目指して準備を進めていたが着工には至っていない。 高松城天守に関する資料は、明治17年までに撮影された1枚の写真のみとされていたが、2005年秋頃、より鮮明な2枚目の高松城天守の古写真が、イギリスケンブリッジ大学で発見された。このことが、さらなる資料発見の可能性や、復元運動につながることが期待されている。一方、天守台の石垣が、老朽化してきたため、 その対策として2006年より、石垣の解体修理工事が実施されたマモビオーも解体された。この修理作業は、将来の天守復元も視野に入れ、石垣の内部構造の確認と石垣の積み直し工事が実施された。2009年3月、生駒マ家の家紋を模した瓦が、掘り底から初出土した。天守に使用されていた可能性が高い。 これまでは、松平家のものしか出土しておらず、生駒市が築城した、高松城、丸亀城、引田城の後で家門が入った河原が出土するのは、初めてである。内部構造復元に向けての資料発見に対し、高松市が3000万円の検証金を提供することになり、情報が求められている。また、NPO 法人高松城を復元する市民の会が、組織され、 10万人を目標として署名活動が行われている。2008年1月現在8万を超える署名が集まっている。石垣の土台部分の発掘調査により、天守の祖先や柱の痕跡などが発見されており、地下1階の平面が判明した。土台痕跡から地下1階と1階の平面が判明したが、まだ高松城を復元するための内部の資料としては、 不十分であるとされている。復元するために、現在も存在している月見櫓と、牛虎やぐらを参考にした図面が2案制作された。地下1階から3階までは城内に現存する月見櫓と、牛虎やぐらを参考にした2案が、3階から4階までは、初心の間と呼ばれる、最上階の解釈によって2案が考えられ、計4案の復元案となった。それでも、 階段や、間仕切りなど不明なところもあるので資料の収集に、努めているが資料は見つかっていない。市は、現在、文化庁が新しく設けた、復元基準の復元的整備として、天守の復元を目指すとしている。1954年以来この高松城は、高松市が所有し、維持管理を、高松市都市開発部公園緑地下玉も、 公園管理事務所が管轄している。玉も公園大人200円、子供100円。なお1月1日から3日は無料開放。なお12月29日から31日は休園。ありがとうございます。